こんにちは、宮沢ゆいです。学校の先生方に教壇に立つ喜びに触れていただきたい。そのために学級満足度毎年9割超えの学級掲示と1日1本 YouTube でフィリピンセブ島からお送りしております。今日のテーマなんですけれども、これで2学期大ボケしませんよ、こんなテーマでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。いよいよ2学期始まりますけれども、長丁場およそ80日から90日間ぐらいあるでしょうか。まあ、この中でね、学級がぐんぐん伸びていく学級もあれば、残念ながらね、停滞をしてしまったり、あるいは荒れたり崩壊したりするっていうところね、あると思いますけれども、これ考えて、これきちんとここだけ押さえとけば、まあ、荒れとか崩壊っていうことはまあそうそうないよっていうところをね、今日紹介していきたいと思います。さらにですね、今日動画の最後には宮沢が実際に今日のテーマに関わることを書いていた学級通信、宮沢が自分で書いた学級通信があります。その一節ちょっと紹介したいと思います。結構レアな回になってると思いますので、よければ最後までご視聴ください。よろしくお願いします。宮沢優衣教育研究所。さあ早速ね、いきたいと思いますけれども、まあ、結論からお伝えしますね。夏休み明け、つまり2学期初日、アセスメントから始めてください。アセスメントでございます。ちょっと小難しい言い方ですけれども、アセスメントって言ったら評価って言ったりしますけれどもね、ちょっとそんな小難しい言い方やめましょう。1学期と2学期の違いを必ず見極めてくださいということですね。もうそのための初日である、2学期初日であると言っても過言ではないということですね。1学期と2学期全然子どもたちの姿変わってるんだけど、これ見逃したら大変になるんで、逆に見逃さなければ最善手を打つことができるんで、ぐんと伸ばすことができるでしょ。だからきちんと初日はアセスメントに時間を割きましょうっていうことですね。まあ、いろんなところ見るべきところありますけれども、今日はねちょっと僕がよく特に見ていたところ5つほど抜粋してきましたので紹介していきます。まず1つ目、一番ね朝トップバッター、健康観察の表情ですね。例えばじゃあ宮沢さんとかってね、ゆいさん、ゆいくんとか名前呼ぶじゃないですか。その時に、1学期と2学期のこの表情の違い、声の張りの違いとかっていうのを見るわけですね。ゆいさんっていうふうに名前を呼んだ時に、はーいってね、こう、なんかボソーって言ってるのか、はーいって言ってるのか、1学期と違いがどうだったのかっていうところをこれきちんと見ていくわけですね。担任もちょっと舞い上がって緊張してたりするんで、とにかく名前だけ呼んで30回名前呼んで終わりみたいなことになっちゃうんだけど、その焦る必要ないんで、ゆいさんって言ったら、はーい。ん？俺ちょっと元気ない、もしかして眠いとかって言っていいと思いますね、全然ね。逆に、はーいってこう、どでかい返事が返ってきた時にも、おー、元気いっぱいだね、なんかいいことあったかいとかってね、聞いたり、コミュニケーション全然していいと思いますんで、ぜひ健康観察の表情、1学期と2学期、誰がどういう違いがあるのかっていうのを見ておきましょう。で、違いがあったら、あれ変だな、妙だなって頭に留めておくだけで、それでもバチ100点でございます。だからちょっと話逸れちゃうんだけれども、僕の場合はですよ、健康観察は絶対に子供にやらせません。子供にやらせて担任が丸つけとかしているとですね、日々の健康観察と子供との違いのこのギャップに気づかなくなってくるんで、やっぱり担任が名前呼んで、担任が目で見て、子供の安心安全で一番大事なんで、ここ子供に任すっていうのはね、僕はね10年間1回もしたことないですね。子供に任せるような学級のシステムでやってる先生がおられたら、これはですね、子供にやらせても OK だと思いますけれども、担任も同時にね見てるようにしておきましょうね。必ずね、他の事務仕事とか、なんか後ろで掲示物貼ってるとか、そういうことやめた方がいいと思います。健康観察一番大事な活動なんで気をつけてください。続いて2つ目です。今ちょっと出ましたけど、声の張りですね。子どもたちの声の張りっていうのは、子どもたちのテンションとか気持ちとか、なんかそういったものが非常にこう影響を受けやすいところなんですよね。なので実際、夏休み明け初日授業もあると思いますから、この授業中の子どもたちの声の張り、例えば目当てを読む時間とか、なんかお願いしますって挨拶の時間とか、音読の時間とか、教科書も持ってた子どもが机の上にパタッと置いて、姿勢も崩れて読んでると、あれ変だな、こういうところで違和感感じてほしいんですよね。ぜひぜひこの声の張りっていうところを見てください。わかりやすいと思います。続いて3つ目ね、
挙手の様子ですね。これ一番わかりやすいかもしれませんね。ぜひぜひこう発問をしてですね、手をあえて上げさせるっていう場面を初日作ってください。担任からしたらちょっと心配性の担任の先生は最初からこう手を挙手を求めることで手が上がらなくなっちゃったりして、ちょっと嫌なネガティブな雰囲気になっちゃ嫌だから、あえて手を上げるのもちょっと上げさせるのもよそうかなっていう、そこまでこうナイーブに非常に丁寧におやりになる先生もいるんですよね。それ素晴らしいと思うんですけれども、あえてねアセスメントの日なんで、今日はサポートするというか、子どもたちに配慮をするというか、それよりはアセスメントしたいわけです。評価したいわけです。だから1学期と2学期、誰が手を挙げて挙げなくなってっていうのをぜひ見極めたいんですよね。何でもいいです。例えば夏休み中に海に行った人とか、今日早く起きた人とかね、何でもいいんですよ。子どもがちょっとこう手を挙げたりとか挙手を求めるには、もちろん授業中でもいいですよ。普通の算数の問題、国語の問題、それでも全然 OK ですけれども、とにかくねあんまりこう気を使いすぎずに、子どもたち誰が手を挙げて誰を手を挙げないのか、そして1学期のギャップ誰があるのかなっていうのをこう冷静にね、名探偵コナンでコナンが推理するとき目がキラーンって光る瞬間あるじゃないですか。あんな感じ、あはーん、怪しいなっていう感じでちょっと見ててください。担任の先生はね眼光鋭くいきましょうね。そして4つ目でございます、集中力でございます。これちょっと曖昧なんですけれども、子どもたち集中落ちてくると結構ねぼーっとしません？焦点が合わないというか、こんな感じになるじゃないですか。そういう子供が一体誰なのかなっていうのを見ておいてほしいですね。結構夏休みボケがある子供もいますし、1学期と2学期の差が出てくるところ顕著だと思うんで、集中力見ておくといいと思います。でそして最後5つ目でございます。もしかしたら一番大事かもしれません。これは何かというと人間関係です。人間関係の変化をしっかりと見ておきましょう。朝休み、中休み、昼休みとか、まあ、休み時間ですね。今まで子供が仲良しで、まあ、くっついてた子供がいるんだったら、これがくっつかずにこうプイッとしているとか、これはきちんと1学期の子供たちの様子を見ておいたからこそこの差に気づくことができるんですよね。ぜひそれができるのは多分学校の中の大人の中で担任の先生しかいないはずなんですよ。これはもう隣のクラスの先生とか、あるいは他のフロアにいる学年の先生とか管理職とか、そういう先生では分からない。まあ教科担任制があったらね、ある程度分かるところあるかもしれないけれども、やっぱり一番ここに気づけるのは担任の先生なんですよね。なのでこの夏休み前と後で人間関係が変化している場合があるんで、変化してたらもしかしたら夏休み中の夏期講習中に喧嘩したとか、そういうことがあったり実際するんですよね。ぜひねちょっとチェックしておいてください。で意外に盲点なのが、学級をまたいで人間関係がくっついてる場合もあるんですね。これ僕の実話をお伝えしますね。やんちゃな子供がいました。で夏休み明けた後にですね、隣のクラスの子供とつるむようになりました。だから今まで休み時間とかは同じクラスの子供と外で遊んだり教室の中で喋ってたりしていた子供が、なんとふらーっと外出て行って隣のクラスに出入りをするというか、ドアのところなあ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 こっち来てみたいな感じで、そういう今までにない姿があったんですね。でその後やっぱり1ヶ月2ヶ月経つと、その隣のクラスの子供とつるんで、そしてさらにこの子供たちが中学生や高校生とつるんで、その後飲酒、そして喫煙、などが、まあ、発覚しました。で夜も家に帰ってこない。で空き家に忍び込んで、その空き部屋の中でもう酒盛りして、で部屋の中で花火しやがって、ふざけんなって感じですけど、僕の教え子の話ですよ。っていうこともあったりしたんですよね。今思えば夏休み明けた直後のあの教室の子供たちの会話がピンと来たんですけれども、その時はおなんか外行ってんなぐらいな感じでしか思わなかったんだけども、後々考えれば、ああちょっと人間関係の変化あそこから始まってたんだな、もっと言えば夏休み中にあったんだなっていうことは今だからねピンとくるんですけど、当時の宮沢はね、まあ、そこまでねこう危機意識がなかったんで、そういうこともあったりするんですね。人間関係の変化っていうところを気をつけてね見ていってくださいということでございました。まずはアセスメントから始めましょう。1学期と2学期の間じゃない1学期と2学期の違いをよくよくね気づけるように注意深くね初日は見ていきましょうということでございます。最後ねちょっと余談になっちゃうんですけれども、本当に子どもたちっていうのは夏休み前と夏休み明け変わってるんですよね。でこれ僕ね気づき始めたのが採用 3,4 年目なんですよね。でもこれご視聴いただいてる皆さんって1年目2年目あるいは大学生の方もおられたりするじゃないですか。これって僕の知識経験財産をお渡しするの本当
すごくいい時代ですよね、この YouTube があるのね。僕そんなこと知らなかったから、こういうことに気づくの4年もかかっちゃったんだけれども、その時のね学級通信をちょっと紹介していきたいと思います。平成25年6年2組雨にも負けずって書いてあるんですけれども、西暦で言うと2013年です。2013年8月27日火曜日に発行している学級通信なので、本当に丸々ちょうど10年前、ちょうど10年前に宮沢が書いた学級通信です。ちょっと読ませてください。前半部分でこんなこと書いたんですよね。ちょっとまあ休みボケもあるから、ちょっとずつね学校のリズムを取り戻して1学期の状態のね6年2組に戻していきたいと思いますみたいなものを前半で書いてね、よろしくお願いしますって書いた後にちょっとおまけでねこんな文章書いてるんですね。実は正確に言うと、これおまけですけど裏話ですけど、実は正確に言うと子供たちは夏休みを経ると別人格になっているんですよね。実は正確に言うとクラスは元の状態には戻らないんです。ちなみに僕は休み前の元のクラスをイメージして指導をこれまで始めていってしまっていました。この前の年とかその一昨年とかっていうことですね。いつもだから夏休み明けは苦労していました。あれこんなクラスだったかな、あれこの子いつの間にこんなにおしゃべりになったの、あれあれあれ点々点、元に戻すのではなく子供たちと初めて出会うような気持ちでまた1から6年2組というクラスを作っていきたいなと思っています。もちろん子供たちと一緒にというね、こんな文章を書いていました。まだそこまでうまく言語化はできていませんけれども、この1学期と2学期の子供たちの様子、違和感をちゃんと3年間かけて抱いてですね、次はもう失敗しねえぞ、こけねえぞっていうのをこの採用4年目でようやくできるように、だから見通しってやつですね、これがね、できるようになっていったんだなと思いますけれども、これ学ぶのにおよそ1000日間かけてるわけですよ。1000日間かける必要ないと思うんですよね。だから今こんな情報を皆さんにお伝えさせていただいているというわけでございます。いかがだったでしょうか。今日はですね、これで2学期大ごけしません、こんなテーマでお話をさせていただきましたけれども、一言で簡単に言うとアセスメントから始めていきましょう。1学期と2学期の子どもたちの違いをきちんとね見極めていきましょうということでございました。見極めることができる、これすなわち言葉言い換えると児童生徒理解が深まる、進化、児童生徒理解の進化ということになるわけですね。敏感なアンテナを持ってる先生が児童生徒理解の進化ができて、適切な響く指導をすることができるから子どもたちの成長を促していくことができるんですよね。この子どもたちの成長を促していく出発点は実は指導ではなく正確なアセスメント、もっと言ったら敏感なアンテナが必要だったということなんですけれども、だから僕はやっぱ最初ね1年目2年目3年目うまくできませんでした。それはね本当にちょっと残念なんですけれども、ぜひぜひ僕の失敗経験とかをバネにとか糧にしていただければなというふうに思っております。今日の動画が面白かったよ、役に立ったよ、2学期の初日、アセスメント大事だな、頑張ってみようというふうに思っていただけたらですね、よければいいねコメント、そして皆さんの大切な同僚の先生にシェアをしていただけると、この動画をシェアしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。このように学級経営に関する動画1日1本配信しておりますので、ぜひぜひお見逃しのないようにチャンネル登録もポチッとよろしくお願いします。最後2つお知らせさせてください。1つ目、メンバーシップを行っております。じゃあこちら先日ね配信した動画なんですけれども、今日はアセスメント大事だよね、初日大事だよねってお話をさせていただいたんですけれども、じゃあアセスメントはするんだけれども、子どもたちにじゃあ具体的に手を打っていく初日何をしたらいいのっていう動画がこちらになっていますし、アセスメントはするんだけれどもこれはしない方がいいよねっていう動画もあったりするんですね、こともあったりするんで、それをまとめた動画もあったりしますので、よければ気になった方これ合わせて見ていただくとさらにスムーズな2学期の初日迎えることができると思いますね。よければ研究所メンバーシップゴールド会にご登録ください。またセミナー開催させていただきます。こちら9月2日、三好先生9月からの学級の育て方というセミナーなんですけれども、いよいよ三好先生からですね、セミナーの資料が届きました。今日ちょっとね、チラ見せしちゃいたいと思います。じゃあ、こちら、2学期から9月からはですね、子供たちの成長を数値化して子供たちを伸ばしていきましょう。こんなスライドをね、1枚チラ見せしちゃいます。ちょっと僕も話知らないんで、資料もらっただけなんでどんな話なのか分かんないんですけど、2年2組の記録、給食の準備9分36秒、だからあれですかね、
時間とかその回数とかを数値化することによって私たちは前よりも改善した、成長ができたということで、クラスのこの質というか精度というか時間というか、よりテキパキキビキビできるようなクラスにしていくっていう方法のお話なのかな、わかんないんだけれども、こんなね、すごくわかりやすい、明日にでもすぐできるようなノウハウが多分いっぱい詰め込まれたセミナーになっていると思いますので、ぜひぜひ参加して一緒に学んでいきましょう。研究所メンバーシップにご登録いただければチケットをご購入いただけます。チケットは4,400円。ゴールド会にご登録いただくとチケットなんと1,000円でチケットをご購入いただくことができます。一緒にね、学んでいきましょう。それでは今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。皆様の学級系、心から応援しております。それではまた明日、次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。When grown